はいみなさんこんにちはレ歴戦人講師の吉川ですそれでは FP 三級合格の取説無料講義動画第十四回法改正情報の講義をいたしますよろしくお願いいたします、えー、今回使用しますテキストは FP 三級合格の取説速習テキストです、えー、どうぞお手元にご準備ください。 えー、それでは法改正について一つ一つ見ていきましょうではまずはテキストは50ページですねテキストは50ページをご覧くださいこちらに移していきますではまずは第1章ライフプランニングと資金計画から見ていきましょうではここでは5番公的年金の基本ですここではこちらの下の図になります2階建ての公的年金制度ということで1階部分が 国民年金、基礎年金と呼ばれるもの。こちらは20歳以上60歳未満の全ての人が加入していきます。2階部分が会社員や公務員などは厚生年金となっています。1階部分が国民年金、基礎年金。そして2階部分が厚生年金。このイメージをしっかりつかんでいただければと思います。では、テキストは51ページ。 こちらを見ていきましょう。えー、では2番、公的年金、基礎年金の仕組みです。こちらは重要度 A ランクとなっています。ではここではこの下のところ、国民年金の保険料を見ていきましょう。国民年金の非保険者というのはこの3つ。左側から第1号非保険者、第2号非保険者、第3号非保険者、この3つに分けられます。えー、まずは第1号非保険者の対象者は自営業者や 学生さんや無職の方は第1号になります。第2号被保険者というのは会社員や公務員の方、そして第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者となっています。そしてここではこの年齢要件です。第1号被保険者の年齢要件は20歳以上60歳未満、そして第3号被保険者、こちらも年齢要件20歳以上60歳未満となっています。 そしてこの第1号被用権者の保険料です国民年金保険料は2021年度は月額1万6610円です、えー、こちらが2022年度価格は月額は1万6590円2020年度価格は月額1万6590円となりますではテキストは53ページ見てみましょう テキストは53ページの3番公的年金の給付見ていきましょう、えー、ここは公的年金の給付には年を取ってからもらえる老齢給付だけではなくて老齢給付障害給付遺族給付この3種類がありますではこちらの下の図ですね、えー、まずは1階部分国民年金はまる基礎年金といったようにここは基礎という言葉が入ってきます 例えば、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金といったように、1回部分国民年金はまる基礎年金、基礎という言葉が入ってきます。一方、2回部分厚生年金はまる厚生年金といったように、厚生という言葉が入ってきます。例えば、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、 とといっったよううにこの2階部分年年金は丸々厚生年金は字が入ってきますではここではテキスト57ページ見てみましょうテキストは57ページのところここで大事になってくるのはこの老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給こちらを見ていきましょう、えー、年金は65歳から受給できますが65歳よりも 早く受受け取ることを繰り上げ受給65歳でも遅く受け取ることを繰り下げ受給と言っています、えー、ではこちらの下老齢基礎年金の繰り上げと繰り下げ見てみましょうこの老齢基礎年金というのは原則現在は十年という受給資格期間を満たした人原則65歳から受給することができますこの原則65歳からもらえる年金これを もう少し早くもらいたいなということで一番早くて60歳からもらうことができるこれを年金の繰り上げと言っています一方原則65歳からもらえる年金これを、えー、私は長生きする自信があるからもう少し後でもいいですよということで一番遅くて70歳まで伸ばすことができるこれを年金の繰り下げと言っています原則65歳からもらえる年金これを早くもらう 繰り上げの場合は、ペナルティとして、年金の額が減額されてしまいます。そして、その減額された金額が一生涯続くということになります。一方、原則、六十五歳からもらえる年金。これを後ろに伸ばす。繰り下げの場合は、プラス。おまけとして、年金の額が増額されます。そして、その増額された金額が一生涯続くということになります。これが年金の繰り上げ、繰り下げの仕組み。 そして繰り上げの場合は繰り上げた月数 ×0.5% 減額となります一方繰り下げについては繰り下げた月数×今度は0.7%増額となってきます、はいえー、ではですねこちらの下の過去問チャレンジ見てみましょう65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているものが 68歳到達日に、老齢基礎年金の繰り下げ支給の申し出をした場合の、老齢基礎年金の増額率は何々となる。えー、こちらは実際の国家試験の本試験問題、えー、問われた問題です。三択問題となっています。今回は、老齢基礎年金の繰り下げ支給、そして老齢基礎年金の増額率と聞かれています。そうしますと、65歳からのものを68歳からということは3年間。 3年間ということは36月かける繰り下げた月数かける0.7%増額となりますので25.2%ですね、えー、ここは答えは2番25.2%が正解となりますこういった計算問題も出ていますので計算の仕方を押さえておいてくださいそして、えー、ここでは2022年4月からまずこの繰り上げについては現在 繰り上げた月数かける0.5%減額この0.5%が0.4%に変更されますまた繰り下げについては現在70歳まで伸ばすことができるこれが75歳まで延長になります、えー、繰り上げについては0.5%が0.4%にそして繰り下げについては70歳が75歳に変更となります ではテキストは256ペ,25ページをご覧くださいではここからは第4章タックスプランニングを見ていきましょうでは5番給与所得です給与所得というのは勤務先から受け取る給与や所与役員報酬などの所得を言いますそして給与所得の金額イコール 収入金額マイナス必要経費ここでの必要経費は給与所得控除額という言葉になっていますこの給与所得控除額というのはこれは概算経費おおよその経費です、えー、例えば会社員の方はネクタイやスーツカバンや靴を買うと思いますがそれらをいちいち計算するのは大変ですよねで、えー、ですのでここは年収に応じて この概算経費おおよその経費だいたいこれくらい経費かかるでしょうということでこの給与所得控除額を引くことが認められていますではここではこの下こちらの給与所得控除額の速算表見ていきましょう左側が給与等の収入金額そして右側が給与所得控除額となっています左側年収いくらいくらの人は右側だいたいこれくらい経費かかりますよねということで概算経費 およその経費としててここの給与所得控除額引くことが認められていますそしてここでは一番上のこの55万円という金額を押さえておいてください以前は給与所得控除額最低65万円だったんですが65万円から10万円引き下げられて現在は55万円となっていますこの金額をしっかりと押さえておいてください では、こちらを踏まえて、テキストは二百七十六ページ。テキストは二百七十六ページを見ていきましょう。では、四番、所得控除です。この所得控除というのは、所得を減らしてあげますよ、というのが所得控除となります。では、ここでは。テキスト二百七十七ページの、こちらを見ていきましょう。大事になってくるのは、二番。 所得税における各所得控除のポイントですね。こちら重要度 A ランクとなっています。えー、では、基礎控除から見ていきましょう。では、ここでは右側、ナビゲーションご覧ください。基礎控除の控除額は、2019年まで所得額に関係なく一律38万円でした。この基礎控除というのは、一律38万円の基礎控除だったんですが、改正が行われて、 2020年以降については38万円から10万円プラスの48万円に引き上げられたという経緯がありますではこちらの本部見てみましょう基礎控除は原則一定所得内であれば誰でも条件なく受けることができる控除ですただし合計所得額が2400万円を超えると所得額に応じて減額されそして2500万円 超えるとと適用されなないいいう,ふうになっていますではここではこの下のこちらの基礎控除の控除額見ていきましょう左側合計所得金額右側控除額となっていますまずは一番上2400万円以下については控除額は48万円になりますそして2400万円超2450万円以下については控除額は32万円そして2450万円超 2500万円以下については控除額は16万円そして一番下2500万円超の場合は控除額は適用なしゼロとなっていますではテキストは278ページテキストは278ページ、えー、こちらの一番上過去問チャレンジ見てみましょう、えー、問題は所得税における基礎控除の額は 納税者のの合計所得金額しかるこちらは2021年1月の学科試験の、えー、本試験実際に問われた問題です、えー、こちらの問題○×でいうとこれはツとなってきます2019年までの所得については、えー、こちらは基礎控除は一律38万円だったんですが2020年以降については 合計所得金額が万万以下が最高48万円です、えー、そして所得金額によって控除額は一律ではなくてその上限も設けられたとなってますね、えー、ここのの変更点のところを押ささえておいていいくださいではその下、えー、こちらの配偶者控除見ていきましょう配偶者控除は納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に適用されます 控除額は納税者の合計所得金額に応じて最高38万円の控除を受けることができますではここではこの下の、えー、この控除対象配偶者の要件見ていきましょうまずは納税者本人と生形をいつにしていることこの生形をいつというのはわかりやすく言いますとお財布が一緒ということです納税者本人とお財布が一緒であること そしてその下配偶者の合計所得金額が48万円以下となっています以前は38万円だったんですが現在は48万円以下となっていますそして括弧内給与収入で年収103万円以下となっていますではここでは、えー、右側このワンポイントをご覧ください配偶者控除適用の要件として給与収入なら103万円以下 えー、という表記があるのは給与所得控除額が55万円以前は65万円だったんですが現在は55万円のため103万円引く55万円イコール48万円となるためですそしてもう一つその下がこちら、えー、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること。 以前はこの配偶者控除については合計所得金額の要件なかったんですけども現在はこの合計所得金額が1,000万円を超えてしまうとたとえ対象となる配偶者がいたとしてもこの配偶者控除を受けることができなくなっているというポイントを押さえておいてください、えー、ではですねテキストは279ページのこちら配偶者控除の控除額見てみましょう。こちらは納税者の合計所得金額によってこのように細かく分けられるようになりました まず900万以下については控除対象配偶者38万円ですそして900万円超950万以下については控除対象配偶者26万円そして950万円超1000万以下については控除対象配偶者13万円となっていますこの金額は試験でも問われていますので押さえておいてくださいではこの下過去問チャレンジ、えー、見てみましょう本年度の所得税において納税者の合計所得金額が 1000万円を超える場合当該、えー、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできないこちらも本試験で実際に問われた問題です、えー、こちらは丸ツで言うとこれは丸となってきます配偶者控除は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えた場合適用を受けることができなくなっているというポイントですね押さえておいてください、えー、ではテキストは 280ページテキストは280ページのもう一つこちら見ておきましょう、えー、では配偶者特別控除ですこの配偶者控除の対象とならなくても配偶者の合計所得が万万円円超万以下です、えー、こちらは以前は38万円超123万円以下だったんですが現在は48万円超133万円以下の場合 その他の他対象配偶者の要件が満たされていればここは納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じて最高38万円の控除を受けることができますこの控除を配偶者特別控除と言っています。ではここではこの下、えー、この配偶者特別控除の控除額見てみましょうここは納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって このよよううにに細かく分けられるようになりました例えば納税者本人の合計所得金額が900万円で配偶者の合計所得金額が110万円だったこの場合は交わるところこの26万円控除ですよこのようにして読み取っていくということになりますではテキストは292ページテキストは292ページをご覧ください。 ででは5番ですねこの税額控除を見ていきましょう先ほど見た所得控除は所得を減らしてあげますよというのが所得控除です税額控除というのは求まった税金の額から直接引けるのが税額控除ですので節税効果は高いということになりますではここではテキストは296ページテキストは296ページこちらを見ていきましょう大事になってくるのは5番 住住宅宅借入金等特別控除住宅論控除除ですこちら重要度 A ランクになっています住宅ローンを利用して住宅を取得した場合一定の要件を満たせば所得税の税額控除が受けられますこの制度を住宅借り入れ金等特別控除通称住宅ローン控除と言いますではここではこの下のこの控除を受ける要件見ていきましょうえまず住宅要件は床面積が50平方メートル以上 で床面積の2分の1以上の部分が自分で居住するためのものであることまずここは床面積が50平方メートル以上で例えば店舗併用住宅などの場合は2分の1以上が居住用であってくださいねとなりますまた住宅ロン要件こちらは返済期間が10年以上ですここは10年以上になりますね住宅ロン控除ですので住宅ロンがあることその要件が返済期間が 十年以上になります。そして居住要件、えー、住宅取得の日から六ヶ月以内に居住を開始すること。そして取得要件です。工事を受ける年の合計所得金額が三千万円以下であることになります。そして大事になってくるのはこの下のこの二千二十一年税制改正による要件の変更点。ここを押さえてください。えー、ここは入居期限が二千二十一年一月から 2022年12年月の場合適用権の床面積がこちら40平方メートル以上に変更されましたただし床面積40平方メートル以上50平方メートル未満での適用には合計所得金額がここは1000万円以下の所得制限があるということになります、えー、この変更点のところですね押さえておいてください では、テキストは二百九十七ページのこちら見ていきましょう。では、住宅借入金と特別控除の控除額と控除期間です。まずは原則は。住宅取得等の費用が消費税八パーセント適用の場合。住宅ローンの年末残高限度額。一般住宅で四千万円。控除額は住宅ローン年末残高の一パーセント。そして控除期間は。 10年間となっていますそしてその下特例としまして住宅取得等の費用が消費税が10%適用の場合控除額は1年目から10年目までについては住宅ローンの年末残高の1%そして11年目から13年目は以下のいずれか小さい額です1つ目が住宅ローン年末残高の1%そして2つ目が住宅取得費用 ×2% この2%というのは消費税8%から10%に上がったこの差の2丸3いずれか比べて小さい額になりますそして工場期間は13年間となっています、はい、ではテキストは324ページテキストは324ページこちらを見ていきましょう、えー、ではここからは第5章不動産について見ていきたいと思います えでは2番不動産取引ですですはここではテキストは329ページテキストは329ページをご覧ください、えー、ではここでは危険負担見ていきましょう売買契約の締結後建物の引き渡し前にとあります、えー、例えば皆さんが売買契約を締結してじゃあ1週間後に物件を引き渡しましょう この待っている間に自然災害例えば地震や雷など例えば雷が落ちて火事になって燃えて灰になってしまったじゃあこの場合は買い主売り主どちらが危険を負担しますかというのが危険負担ですそして以前は買い主が危険を負担しなさいねとなっていましたでもそれではあまりにも買い主さんが可哀想ということで改正が行われて現在はこちら売り主 の危険負担となっています、えー、ここは買い主から売り主に変わっていますので、えー、この点しっかり押さえておいてくださいまたその下、えー、こちらの契約不適合責任ですここでは右側ナビゲーションご覧くださいこの契約不適合責任は2020年施行の民法改正によってそれまで以前は貸し担保責任という名前だったんですがこちら改正が行われて現在は契約 不適合責任という名前に変わっています。はい、えー、ではテキストは四百ページ。テキストは四百ページをご覧ください。はい、えー、ではここからはこちらですね。えー、第六章、こちらの相続事業承継見ていきましょう。えー、こちら法律用語では遺言と言いますが、F.P. は主に一般の個人のお客様を対象としています。 一般の個人のお客様がわかりやすいように、遺言として、お話を進めていきます。えー、では、ここでは、こちらの下。遺言の方法を見ていきましょう。正式な遺言には、実質証書遺言。公正証書遺言。秘密証書遺言の。三つの方法があります。では、テキストは四百一ページ。 テキストは401ページのこちら実質証書遺言見ていきましょう、えー、作成方法は遺言者が遺言の全文を自分で手書きし日付と名前を記入して押印していきますそして2つ目押さえておいてください財産目録はパソコン作成可能です。現在は財産目録はパソコン作成が可能となっています ただし、その場合は、ページごとに、署名と応印、これが必要となっています。この財産目録については、辞書によらず、有語者本人が作成したり、また通帳のコピーなどを添付することもできるようになっています。そしてもう一つ、えー、こちらの下の、2020年7月10日以降は、次のところです。原本を法務局で保管可能となっています。 現在は原本法務局で保管が可能となっているこの場合は兼任は不要となっていますのでこの改正点のところですね押さえておいてくださいではテキストは402ページテキストは402ページをご覧くださいではここではこちら過去問チャレンジ見てみましょう問題は実質証書遺言を作成する場合において実質証書に添付する 財産目録については辞書によらずにパソコンで作成しても差し支えないこちらは2020年1月の学科試験本試験問題で実際に問われた問題ですこちらは丸×で言うとこれは丸となります、えー、財産目録の手書きこれは大変ですのでパソコン作成が認められましたただしその場合は各ページに遺言者の署名応印が必要となっています えこの財産目録については現在パソコン作成が認められたんだったなというポイントを押さえておいてくださいではもう一つ大事になってくるのはテキスト422ページですねテキストは422ページをご覧ください、えー、ここでは相続時生算課税制度見ていきましょう原則60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して 財産を贈与した場合にここはこちら合計2500万円まで合計2500万円まで増税を軽減できる制度になりますではここではこちらの下合計2500万円まで非課税となりますでは対象者見ていきましょう60歳以上の父母または祖父母から贈与を受ける20歳以上の子 または孫となります。対象者は六十歳以上の父母または祖父母から贈与を受ける二十歳以上の子または孫となります。えー、ここでは二十歳の米印のところ見ていきましょう。えー、ここはテキスト四百二十二ページの一番下米印ですね。二千二十二年四月一日以降は受容者の年齢が二十歳から十八歳に引き下げられます。 ここは民法改正によって2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより自動者の年齢が20歳から18歳に引き下げられますはいこうですね押さえておいてくださいあとはこちらの控除額については合計2500万円超える部分についてはここは一律20%を課税していくということになります この非課税額2500万円勾留部分については一律20%の税率で課税となりますはい、えー、ここまでテキストを見てきました、えー、テキスト大事なポイントを一通り読み込みをしていただきましたらどんどん問題を解いていただければと思います、えー、問題を解くことでアウトプットする力がついていくと思います、えー、その際には例えばですね、えー、こういった FP39 合格の取リ 速習問題集、えー、こういったものもあります、えー、では今回はこちら、えー、ちょっとですね中身を見てみましょう、えー、ではここでは問題集の406ページ問題集お持ちの方は406ページのこちら問題の38見てみましょうこちら重要度 A ランクそしてこちらは2021年1月の国家試験の本試験問題実際に問われた問題です 問題は相続時生産課税の適用を受けた場合特定贈与者ごとに特別控除額として累計一までの贈与には贈与税が課されずその額を超えた部分については一律二の税率により贈与税が課される3択問題です、えー、こちらは相続時生産課税制度に関する問題ですこちら答えは これは3番となってきますね特定贈与者ごとに累計で2500万円までは贈与税がかからずこの2500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課税されるということになります、はいえー、こちらについてはテキストこちらが第6章ですねこちら422ページとあります。 えー、こちらの問題集は、えー、テキストと連動しています。リンクしていますので分かりやすいかなと思いますので、こういったものも活用していただければと思います。はい。それでは第十四回法改正情報の講義を終わります。皆さんお疲れ様でした。